ヒョードル・レシェート・ニコフ、ヒョードル・ミハイロ・ビッチ・レシェート・ニコフ1871年3月21日は、ロシア帝国、エカテリンブルク出身の小説家。二29歳で死去したが、ロシアにおける、濃度解放令後の農民生活の破綻や、ウラルの労働者や、仮想民の実態、女性解放について書き、ロシア文学で初めてストライキを扱った作品を、表してもいる。 同国出身の小説家、イヴァンツルゲーネフはレシエートニコフを堅実な心理と特色づけ、日本のロシア文学者である中村トールもレシエートニコフをロシア民衆作家の写実派創始者と評している。1841年9月17日、ロシア帝国ペルミケにエカテリンブルクで郵便配達を務めていた父のもとに生まれる。しかし母の死後は、 ペルミにいた叔父のもとで育った。1847年にペルミの小学校に通う。14歳の頃に手紙を盗んだ罪により起訴され、2年間に及んだ裁判はレシェートニコフに3ヶ月間、修道院に泊まるよう判決を下した。1859年に学校を卒業。その後はエカテリンブルクやペルミで、初期や役員として働く傍ら。 同国出身の詩人であるニコライネ・クラーソフの影響を受け創作を始める。1863年にはサンクトペテルブルクに引っ越し新聞にエッセイを寄稿していた。翌年1864年には同国出身の小説家アレクサンドル・プーシキンが主催していた文学雑誌同時大臣にポドリポフカ村の人々を発表。ポドリポフカ村の人々は 数字の5以上を数えることすらできなくなった、ペルミの農民の悲惨さを描いた作品で、これによってレシェート・ニコフは一役名前を博した。1865年に結婚し、二人の子を設けた。同年、ウラルサンム役付近に位置する、ペルミ、ソリカムスク、ウソーリエ、チェルディに、タギル川を回り、農民たちを取材し、自身の作品に生かそうとした。 1871年3月21日にサンクトペテルブルクで排水種のため万29歳で亡くなった。日本語題は下記の参考文献にあったものとする。この他にも多くの短編小説やエッセイなどを残している。ありがとうございます。